ってのは見るからに嘘なんてつく気がなさそうだし、ロサリアを選んだ理由とちょっと似てるよな。じゃあもう一人、レザー。あいつは嘘なんて勉強する機会もないし、勉強したとしても嘘なんかつけないやつだ。だろ？私ももう一人思いついた。見習い騎士のノエル。あの子は本当に真面目だし、見るからに嘘がつけないよ。ほら、メモしてメモ。待って、あと一人。年中合成台の隣にいる。え？ティマイオスのことか？うん、彼はその実はティマヨスは最近恋愛にのめり込んでいて、誓ってたんだ、好きな女の子から OK をもらえるまで絶対嘘の話はしないし、絶対に怠けたりしないって。あいつ好きなやつができたのか？そうなんだ。